地獄のテトリスパート3ですね。3日目、3日続いてしまいました。今回の私一味違います。なぜなら現在風呂上がりでございます。そう、薄汚い油を落として綺麗さっぱり、しかし画面はドロドロ、そんな感じでお届けいたします。はい、まああれですよ、風呂に入るということはまあなんていうか一日の汚れもしくは疲れを落とした後ってことですよね。つまり私現在声に元気がありません。困ったもんだな。よろしく。以下よろしく。にしてもあれですね、このスプラトゥーンのさスキン、なんかこの世の地獄みたいな感じがして私好きですよ。一体私は何を言っているんだ。まあいいや、オラオラかかってこいや、増票どもがよ。待ってください待ってください待ってください。失礼、ちょっと待って、もうマジになんなって。ゲームだろ、ゲームにマジにならないでくれよ。困っちまうだろ、困惑だぜ。だがゲームでマジになれないやつが人生でマジになれると思うなよ。というわけでまずはその儚き命をここで散らしてもらいましょうか。悪く思わないでくれよ、これも戦なのじゃ。あーやべえよー、なんだろうな、太ももの裏がかゆいです。やーべえな、困ったな。見てくださいこのプレイング、やばいですね。なんたって太ももの裏をやられちまったからな。これは辛いですね。集中できねえ、どこに何を置いていいのかわからないし、なんか積み方がえぐいことになってる気がするしね。多分これは気がするではない、実際やばいけど、なんとかリカバリーに成功して私は今ここにいる。どうもよろしくお願いします。はい、意外とこういう地獄企画したら変な雑談しなかったりするよね。今十分変な雑談してるって。気のせい気のせい、テトリスのゲーム内容の話してるから平気平気。これさ、多分だけど強い人に狙われてるというよりは必死にカウンターしてるっぽいのかな、そんな感じですね。多分ゆえに私は悠長に構えて、ふっふっふ、これが大人の戦い方というやつだよ。ワトソン君、ワトソン君ってホームズ的なあれですかね。私詳しくないんだよその辺。はい、おい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 、怖いぜ。だからFGO とかあるじゃないですか、歴史上の偉人が戦うみたいな、あとクトゥルフとか、その辺詳しくないんですよね。詳しくないのにようやってんなと言われるかもしんないが、そこら辺はなんかあれだ、フィーリングだ。有名な人がなんかすごいことしてたらとりあえずあれだよ、愚民である私はうおーってなるわけだね。はい、というまああれだ、若干これは別ゲーの話になってしまったのか。いや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 、もっとグローバルな話をしているんだよ私は。よし、お、早いね。にしてもこんだけカウンターをしているというのにバッジが全然落ちないのはなんでだろうな。そんなに私ふぬけた攻撃してる今回、割と潰す気満々でやってんだけどね。足りんか。テトリスのレベルも上がったもんだね。いいでしょう、私も全力でお相手いたしましょう。はい、まあ、割と全力でやってんだけどさ、これ落ちないな、困るな。こんなにも頑張ってるのにさ、誰一人としてバッチくれないのはやばいな。とどめ打ちに切り替えますわ。ちょっといくらなんでもこのままこれに付き合って共倒れはまずいでしょ。私だけは助かる、他のみんながいなくなっても私だけは助かる。よし、なんか綺麗に詰めると嬉しくない？そういう時ない？あるある。おいおい、限界までいっちまったぜ。オラオラカウンターじゃ、オラ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 、失礼しました。オラが、あれだよ、決して最近ロボ父ちゃんをアマゾンプライムで見た影響とかそういうのではない。はい、あれはいい作品だね。
クレヨンしんちゃんの映画はそういうのは見てねえわって方は、まあぜひ見てください。なんか年食った人ほどなおさらなんかちょっと確かにそこそこね、そこそこの年齢になってから見るやつなのかな、あれはずっと来るものがありますねとか言ってたら死にそうなんだけど、わし死んだ変な死に方したね。うん、ちょっとバチ取れなさすぎたのもある。あ、でも後半取ってたわ。なんか知らんけどふわっと死んだな。うん、いつもの戦い方に慣れてなかったな。なので開幕ね、バッチ2個ぐらい取らないといけないね。多分優雅な生活をしすぎたんでしょうな。もうちょっとこう泥水をすすって生きていきたいね。はい、背景的にはこれどう見てもスラムじゃないですか、どっちかというと。はい、そう、スプラトゥーンといえばなんかね、今や幅広い年齢の層が打ったり塗ったりするゲームなんですけどね。しかしこの背景の黒色を見てください。これがあれなんですよ、スプラトゥーンを象徴するカラーということ。そう、誰しも一度は考えてしまう。そう、くっそー、ここでなんで前出ちゃうかな、ここで塗っておけば勝てるのにみたいな。そう、一度でも味方に像を向けてしまったことありませんか、ありませんか。あなたが応援していた動画投稿者さんがスプラトゥーンの時だけは若干なんか怖い、そんなことありませんか。そんな時はここにご連絡をってな。うん、割とあるある話だと思うんで、そんなことは今どうでもいいんだ、死にかけてんだよ。はい、死にかけんのやばくね、すげえな、体張りすぎでしょこの積み方おいおい、人気者かよ。じゃあ軽く命頂戴しようかな。悪いがもらうぜ。取ったり、綺麗だろ。そう、スプラトゥーンの華やかさをこれで表しているわけですよ。ふふふふ。じゃあちょっとおまけにまだまだ攻めさせてもらおうか。せっかくこんなにも綺麗な、うん、フェスティバルが始まろうとしているんだ、もっと盛大に眩しくいこうぜ。いいねいいね、フラッシュ。ここまで盛大に輝くのも珍しいと思う。さすがに火力が足りているね。で、多分私に狙われた人、それだけの数がいってるのか、私からターゲットを変えないね。いいぜいいぜいいぜ、まとめて相手してやらと思ったけど、徐々に余裕が出てきたのか、帰ってるから。帰らないで、今日は夜までサンバでディスコでカーニバルってやつで。よし、じゃあ一旦ちょっとフィールドをきれいにしたところで、またちょっと種を作っておきましょうか。ほいっと、おお、私が撃った弾を返しつつだから結構弾に余裕があるみたいですな、他の方。しかしそれを跳ね返す私もまたこの弾に困ってないということなんだよ。よし、これこそが私の得意とする戦闘、打ち上げ花火。ご堪能いただけましたか。あ、もういいでしょう。カウンターだったみたいだね、やっぱり彼はもう用済みです。存分に食べさせてもらったので、次は別の方の命を狙っていきましょうか。ふっふっふ、あんなに綺麗な花火を見るとね、まあ戦略的な云々は置いといて、詳しくないしな、綺麗でかっこいいだろ、やる気出ない、そういう意味でな、あれぐらい光らないとやる気が出ない。よし、あんなに華やかに今日は打ち上がったんだ、あとは勝つだけだろ。うん、困ったちゃんですね、これ。ちょっと見づらいぞ。こういう時は一旦崩すべきか。あ、デコかゆい、デコかゆい、やばいやばいやばい、デコギラス、デコギラス、やばい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 、助けて。助けて、助けて。テトリスの時緊張すんのかな。
テトリス終わるじゃん、試合痒くなくなるのずっと痒いんだったらな、なんかあの肌乾燥してんのかなってなるんだけど、なんかそういうあれではないらしい。はい、私の肌は健康体らしいよ。でもなんか緊張はしてんだろうな。よし、さあ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 、どうしてくれよか。カウンターでまとめていっちゃう。よし、お望みとあらばお相手してやろう。よし、いいじゃない。そろそろ勝負決めたいところではありますね。もうバッジの数がそんなに多くないんだよな、生きてる割にうん、こいつの生きり具合はもうどう見てもバッチ集め切ってる生きり方なんですけどね。そんな溜まってないよねこれ。やばいですよ、やばいですね。うん、これ使っていこう。とあるアプリのキャラ の決め台詞みたいなんですけどね。うん、真実はいつも一つみたいな感じです。そんな感じ。どうしよっかな。おっと、まあ、くだらないカウンター合戦はここまでよ。争いなんて何も生まないんですよ。争わないで、諦めないで。よし、まあしゃあない。これでちょっと失敗してますが、いずれリカバリーするので問題はございません。掘ります、掘りましたね、問題ないでしょね、簡単でしょ。所詮はちょっとしたアクシデント、幸せを呼び込むちょっとした料理のスパイスなのか。あー、どうしようかな。とりあえず連鎖の種組みますか。おい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 、失敗した。おい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 、じゃあそろそろとどめ打ちで私も攻めに行きますか。やーべえことしやがったなおい。私バッチ持ってるかこれ。持ってる方か。狙われても当然でしたか。強すぎてすまねえな。いい気分だぜ。この一瞬の高揚感さえ味わえれば、あと負けてもなんか悔いないからね。途中までは気持ちよかったですよ。 OK です。それでいいんだよ、わしのテトリスは。悲しいけどな。にしてもさ、この企画さ、最近勝率がいいから始めたのにさ、始めた瞬間微妙に勝てなくなってるあたり辛いよな。この後ファイアーエンブレムの新作発売するんですよ。ニコニコ動画でももうね、結構早い段階から投稿ぶっ込む予定ですよ。毎日投稿シリーズにする予定だよ。うん、しかしテトリスの投稿でいっぱいいっぱいになっちまって、これは私の完璧な計画がくるくるパワーではござらんか。あ、間違えた。やばいぞ、これやばいぞ。とんでもねえことしてやくやがったな、おい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 。だけど今日の私は絶好調ですゆえ、運が悪かったな。この程度だったらリカバリー可能だぜ。だけどさ、なんか今日えらくこれスピン早くない？怖くない？絶対早いよこれ。誰かがお金払っただろこれっていうぐらい早い。困るなあ、そういうのは。事務所通してってやつだぜ。妖怪事務所通して、やめて。すごい距離スライドにしちゃったけど、あれ大丈夫？早めに潰しましょう。やばいと思う。よし、バッジを独占しちまおうぜ。ほぼほぼフル強化になりましたね。今回でこの企画終わりじゃね？終わりじゃね？終わろうぜ終わろうぜ。どうせこの企画終わってもしばらく、なんかあれだよね、ここで勝ったらどうせ普通のテトリスに戻るっていうか、もうあれじゃん、ちょっと最近頑張ってテトリス動画いっぱい投稿しましたってだけになっちまうな。でもあれじゃん、たまにはあっさり終わる地獄企画もいいじゃろう。うん、そういうなんかしばらく継続しっかりやらないと延々続くぞみたいなんで、自分を鼓舞するのが最近流行ってる、ね、私の中で。それぐらいしないとやる気が出ないんだな。困ったもんだぜ。してもこいつ完全に勝つ気で嫌がるな。負けるぞ。でもこれさ、
あんまこういうこと言うとあれですけど、完全に勝ちの流れ来てますよね。来てる来てる来てる。ものすごい速いからさ、そういう意味では恐ろしさを感じなくはないな。え、ちょっと待って、あのさ、私びっくりしたんだけど、まだ BGM 変わってなくね？なんかもう少しで終わる気分だったんだけどさ、今回試合時間えらい長くない？誰だよ村に争ってるの。やべえじゃん、とんでもないデッドヒート繰り広げてんじゃねえのとか言ってたら私頑張ったね。頑張っても大丈夫、すぐに戻せばいい。ここからの展開は早いかもしれないよ。1人落ちたってことはその分の戦力がどこかに偏る、つまりここで戦局が変わる。あれ、私のところ来てねこれ。ちょっと待って、こっち来てね、こっち来てね、やめてくれよ。私以外を狙いなさいって、強いやつ狙いっていつも言ってんじゃん。あっ、俺か、強いやつ俺だわ。そっか、気づかなかったぜとかアホなこと言ってる場合じゃねえ、そんなこと言ってる場合じゃねえ。死ぬぞお主、死ぬぞ。まだ死にたくないな、わし長生きしたいな。久しぶりじゃん、ちょっと長生きしたの。図に乗っていきたいじゃん。よし、あ、やばい、うがっちゃった、うがっちゃった、うが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 。これはちょっとあらかじめ潰しておきますね。おいおい、これ勝てるかな。ちょっと弱気じゃねこいつ。そんなんじゃここまで今回のパートを応援してくれた人たちに合わせる顔がないというやつだよ。くそー、あとちょっとだったのに。結局今回もダメなの？こんなに長い時間戦ったのに。なんかあれだよね、ミノの並びがちょっと私理解するのが遅かったな。うん、2位か、あとちょっとだったんだがな。惜しいね。まあ、向こうも最大火力だったが、このもうちょっと先に長い棒あったんで、うまく自分の中で整理してここに置いて処理っていうのを、多分置き方最後うまく組み立てれてたらギリギリ生き残ってたかもしれないな、とかいうクソ真面目な話してどうしたんだ一体。よし、明日も頑張ろうか。では皆さんありがとうございました。なんか13分ぐらい戦ってたんだな。うん、熱い長期戦でした。はい。